宮城蔵王狐村は、リュックサックを狐に盗まれたという来訪者の動画に対し、厳重に対応しているとツイッターで警告した。問題の動画は、宮城県の蔵王狐村で、狐がリュックサックを引きずっている様子です。投稿者は動画に、数匹の狐が集まってリュックサックを取り戻せなかった、囲いにスタッフがいないので子供には危ないなどのコメントを投稿。狐が故意にバックパックを騙して盗んだのではないかと疑う声が多くありました。問題のアカウントはすでに凍結されています。ツイッターからの画像バイラル動画について宮城蔵王狐村は、防犯カメラには動画前後の行動が記録されており、現在注意喚起を行い、投稿者に対して厳正な対応を行っていますとコメントしている。狐の容姿や健康状態に問題がある場合は、今後このような行為が発生しないよう対応を強化いたします。また皆様のご好意と迅速な対応に感謝申し上げます。これからも狐村の子供たちを温かく見守っていただければ幸いです。機会があれば遊びにいらしてください。私たち1パイプ2時のページへ。